はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はブレインマッスル高校でやっていきたいと思います。で、今回はですね、鎌狩と古永、この2人についてちょっと改めて見ていこうと思います。で、自分はこの鎌狩、古永ペアですね、割と頻繁に使ってますので、まあ、ちょっと今更感はあるんですけれども、この古永っていうキャラクター、もともとアプリで、出てた当初はかなりの人気のないキャラクターになってまして、まあ、排出停止まで、追い込まれました。で、古永がね、嫌われる理由なんですけども、これね、割と言われてるんですけど、まずね、顔が嫌だと顔がなんかしょぼいっていうのと、あとコツですね、このプルヒッター持ちっていうところが、どうしても嫌われる要素に、なってくるんですけれども、ブレインマッスル高校が実装されて、古永のテーブル自体はやる気効果アップ 100% の、テーブルなんですね。で、かつ鎌狩とのコンボが強力で、実は古永かなり使えるんじゃないということで、今は古永の評価は見直されてるはずです。で、鎌狩の方も、テーブルがやる気効果アップ 100% のテーブルになってますので、もうこの2人は本当に、ブレインマッスル向きの、2人になってますので、かなり使いやすい、形になってます。で、まあ、他のキャラクターを見ていくと、まあ、新島ちゃん入れてきて、でライチも連れてきて、であとカルロスですね。カルロスに関しても、やる気効果アップ 100% でコツ、盗塁と走塁が若干重いんですけれども、結構コツ持ちなので、電池の回収もはかどるかなと。で、能見さんなんですけれども、本当はねやる気効果アップ 100% まで解放した能見さんをお借りしたかったんですけども、全然いないですね結構粘ったんですけど、見つけることができなくて、まあ、とりあえずやる気効果アップ50で、お借りしてきました。じゃあ今回はこの編成でやっていきたいと思います。で、確かコツがなんかあったよね。コツを見ていきましょう。あ、新島ちゃんいいね。新島ちゃんの評価も早めに上げておきたいんで、最初のコツは意外性か。出た、古永ここら辺のなんかね、こうなんだろうね、ナスビみたいな顔が嫌なのかねちょっとわかんないですけど。で、古永の、まあ、通常イベントの方もね、最初は体力回復するんで、もう全然イベント内容もねいいと思います。やっぱり顔っていうのがねすげえ損してるところですよね。で、ここは監督の大見さん、新島ちゃん行きましょう。で、古永に関してはもうマジいらんって言われてた時に、結構ねミキサーにかけた人がいっぱいいたみたいですねで、自分はあのどんなキャラクターでも、SR に関しては母体1体は、持ってることにしてます。で、どういったね、キャラクターが生きるかっていうのは、今後実装される高校によって、輝いてくるかもしれないじゃないですか。で、例えばダンジョン高校、まあ、もしかしたら次あたりに来るかもしれないんですけども、ダンジョン高校っていうのは、やっぱりその戦闘に関するスキルとか、まあ、そういうところが大事になってくるんで、別にそのコツとか能力とかっていうのは、あんまり関係なく輝ける高校に、なってるので、まあ、そういうところでね、ワンチャンあったりするので、とりあえず母体は1体残してますというところで、これは新島ちゃんにするかライチにするかちょっと悩んでるんですけど、ムードが多分取れないよねこれだと。敏将がね20いくつだったと思うんで、25か無理だな。ただコツは回収しておきたいからライチでいきましょう。まあ、ライチがコツをくれるかっていうところもあるんですけど、くんなかったね。で、鎌狩とさ古永のコンボってさ結構早めに来るよね。毎回毎回早めに来るんだけど、いや本当にねこのコンボはね強いと思いますよ。古永をね早くねプラゴにしたいんですよね。鎌狩はねもうすでにプラゴになってるんで、で、そうすると試合経験点ボーナスもついて、さらに経験点を伸ばすことができると。で、ここはどうしようかな、体力的に、寝ておきましょう。寝るのはねやっぱりちょっと少なめにしたいんで、メンタルにいい人がいればメンタルの方をやっていって、まずは新島ちゃんの評価を上げていくと。タッグが組める状態まで持っていかないと新島ちゃんは告白イベントが起きないんで。で、ちなみに今回は、アイテムの方はねドリンクを持ってきてます。
最初にねスタンプを持ってきてスタンプを使うっていうのもありだと思ったんですけれども、まあいざねタックが重なった時に練習できないっていうのをちょっと避けるために、今回はドリックを持ってきました。でここはもうライチと新島ちゃんの強化を上げつつ体力を回復して、まあ、次に備えると。で能見さんもねやっぱりね自前で1段階は解放したいですね。やる気効果アップつけたいです。でここで、ミックスができるようにはなったんだけど、一応今どういう状況か見ておきますか。悪球打ちのコツとかが取れるね。でコツ的には鎌狩り能見さんどうしようかな。まあライチの評価も上げられるし鎌狩りでいきましょう。アベレージヒッター OK。 もうコツはどんどん3で掴んでいきましょう。いやーこれもうほんとすごいよねこのイベントも。まあ悪球打ち本来だったらねあんまり取りたくない特能ではあるんですけれども、電池のために取っていきましょう。気分屋だけはねどうしてもね取る気になれないんですよね。アベレージヒッター取って、悪球打ち取って意外性取って、で初球ももう掴んでいいよね。であとはムードも掴んでヘッスラとか掴める、体当たり掴んでヘッスラ掴んでこれでいきましょう。おここ3人いる、いいね。新島ちゃんの評価も上げつつ10月中にはちょっと評価を乗せたいね。ありがとう。でカルロス、これが普通の方だっけ。もうカルロスいつもねどっちがどっちだかよくわかんないんだよね両方ね金徳のイベントとね似たような感じです。話が進んでいくんで、どうしようかな。メンタルとかにね人がいてくれればメンタルをやったんですけれども、ここはスカウトさん評価鎌狩り、カルロスの評価上げていきますか。で次はメンタルを見て特に何もなければ寝るしかないかねやっぱり。あでもここで体力回復してくれるのか。いやーやっぱりね体力回復イベントはね重要ですよ。で共感アプリ、これは体力減らなかったよね。成功とか失敗も特になかったと思うけど、うわやっぱあんのか。あーあるわまあただ体力を下げられなかったのでよしとしましょう。新島ちゃんがまだ評価されてないですね。もう10月の4週かで、メンタルにコツがある。古永パワーヒッターをねくれればね全然いいんですけど、フルヒッターライチがね広角打法持ってるんでどうしようかな。ってか早っもう終わったのか。ここでまた全員の得意練習が変わりましたね。でひらめき中と、新島ちゃんはとりあえず乗ってるんで、まあ、ひらめき中でもあるので一回寝ましょうと。ブレイクダンスで鎌狩りの金徳、まあ、ここがねちょっと体力を持ってかれちゃうんですけど、まあ、ただ鎌狩りはねテスト回避があるんでそれが嬉しいですよね。結構ね忘れるんですよね。あそういやあったっけみたいな固め打ち取れるので、固め打ちでいいかな。古永が確かまだ評価乗ってないんだよね。そういるけど、まあ、自分はねちょっと、まあ、いつも言ってますけど年内は電池を貯めつつって言ったところですかね。まあ、ここら辺でねちょろ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 回していくのもいいと思うんですけど、まあ、そこら辺はね本当に性格が出ますよね。鉄球で打撃練習とか超危ねえじゃん。そういうのさ先生とかさ注意してこないのかね監督とか。で告白イベントが来て、あーしまった、ここで初球が手に入ったか。まあいいか、
3も4も変わんないっしょという言い訳をしつつ、11%か 6% かカルロスか、ちょっとこれは安全にいこう。カルロスの評価を上げて、まあまずは全員がねタッグを組めるというのが重要だと思うん で、 ブレインマッスル高校は定期イベントとかでね結構やる気をね下げてくるんですよね。これなんだっけ、なんかコツが手に入ったり手に入んなかったりしたよね。動きを読まれないようにしよう。これやる気が下がってコツが手に入るんだっけ、なんかポケーみたいな顔するんだよねあ、そうそうそう、やる気は下がんなかったか、よかったよかった。カルロスまだか、フルナガもまだか、どうしようかな。これはじゃあメンタルで回復しつつフルナガの評価を上げると、ノーミさんのさイベントばっかり進んでいくな。いやただね、ノーミさんはねポイントくれるんで、で一応タッグが来てる。これどうしようかな。走塁はさすがに1じゃ取れないんで、プルヒッター、俺はね広角打法欲しいんだよね。固めは取りましょう。気迫ヘッドも取っちゃっていいよね。さて電池がちょい溜まるはずなんで、まず鎌狩りは止めると。打撃もここにいるのか。よし、この全員を変えよう。打撃一応止めておいて、まあ新島ちゃんも止めておくか。ダブルタックっていうかカルロスがまだあれかまあライチ、うわこれハマるパターンだな。15個か、うわー、能見さんがマジで来てくんない。いやこれはやろう、もう意地だ意地カルロスとか全く見てないけどね。じゃあこれでいきますか。で毎回毎回ねこうやる気が1段階下がっているっていう。一回新島ちゃんとデートしたいけどな。ただクリスマスもね近いんだよね。ここら辺でねやる気を上げてくれると嬉しいんだけど、能見さんのイベントが完全に終わったなやる気やる気やる気上げてくれない。2週か、3週も練習ができなくなるから一回メンタルを挟むか。まあそれか、あこっちね、高速ベースラン、高速ベースランもなきついんだよね。普通に取ろうとするとカルロスがまだか。これはちょっとコツを取りつつカルロスの評価を上げつつ監督の評価を上げつつわりかしいい練習だったな、そう考えると。で流し打ちと。でこれは問題点を洗い出しておいて、おやる気が上がった。でここはもうメンタル、いやどうしようかな。デート1回しちゃう、しちゃおっか。新島ちゃんのクリスマスってどれくらい回復するんだっけ。30とかだったらねちょうどバランスがいいんだけど、ここで30回復してクリスマスで30みたいな。でもクリスマスで大量に回復するんだったらちょっとこのデートはもったいなかったかもしれない。まあ、そこら辺は調べておけよっていうところはねあるんですけど、ちょっとねいろんなキャラ使ってるとねこれ忘れちゃうんですよね。ここで、あそうかそうかそうか、忘れてたいつも忘れるわ。ただクリスマス前か、もったいなかったとはいえ、まあマイナスにならないだけでも全然いいんで、もうこれだけだとどんくらい回復するのかなんて分かんないよね。てかさ、たっぷり汗をかいてる割には回復するっていう。能見さんと新島ちゃんか、これは新島ちゃんをどうするかな。一回全部ロックを外して、で、能見さんはまあ止めておくとして、じゃあ回しますか。うわ打撃の神髄が来たこれはこのままにしておこう。チャンスって誰か持ってたっけ。そういえばよくよく考えれば、そこら辺全く考えてなかったな。
コツ、チャンスメーカー、能見さんにとってはチャンス×だかんね。で、このイベントで体力を回復してくれると。まあ古長に関してはね、だからそのアプリの方では一応帰ってきた古長みたいな感じで別バージョンが、出てるはずなんですけれども、ただ常設ではなかったよね、もちろん。で、古長自体は今どうなんだろう、アプリの方では常設されてんのかな、ちょっとそこら辺はよくわかんないですけど。で、ここはポイントをどん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 取っていきましょう。頼む、大吉が出てくれ、お願いします。中吉、まあしょうがない。で、ちょっと見ていきますか。高速ベースラン無理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 。流し打ちは抑える、チャンスメーカー抑える、あと直塗りできそうなものがあったら直塗りしていきたいんだけど、ブロックとかも抑える。本当はね、こういういらない特殊能力とか本当ね取りたくないんですけど、盗塁アシストもね安いよね。打球伸びはねやっぱり技術に余裕がないと無理だから、ちょっとこれでとどめておこう一回。守備来るなが、まあこの際プルヒが来てもいいよ。ハイボールヒッターか、だいぶねここら辺が鎌狩りとも勝ち合っちゃうん でただ金徳自体はね、確定になってるんで、そこは全然使いやすいですねやっぱり。でこれがカルロスの通常イベントか、うまくいくと内野安打が手に入るんだよね。これ確か結構失敗成功で差があるんだよね。どうしようかな、古長のコツにするか、肩に3人集めるか、肩に3人集めるか。ちょっと鎌狩りは止めておいて、これでいこう。肩1人目、なんだこれ。打撃がいっぱい固まったのか、どうしよう。いやただタックの方がね実際はでかいからね。これとこれを止めておけばいいのか。でそこからあとは肩。ちょ待て、これは変えよう。やっぱりよし、まだ12個あるからね。よし、 OK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 、 わりかし早めに決まってくれたな。で3人プラスコツ、でかいね、これはでかい、いいね。いやーさすがです。やっぱね4人タック5人タックが来てくれると、まあハイボールヒッターもね、ちょっとローボールヒッターを取りたいんで俺的には。どう？これさ、足とか依存してんのかな？ダメか。そう、失敗するとね、だいぶ下がるんだよね。うわ、カルロス乗ってねえじゃねえかよ、まだお前。知らなかった。評価を上げていこう。あとはまたちょっとやる気を上げたい。けど、バレンタインが近い。おお、やる気上がった。いいね。片手運転。どうやんの片手で運転なんて。無理でしょう。まあこれでチームメイト評価も上がったんで多分カルロス大丈夫でしょう。で乗ってるね。1人ずつしかいないか、1月の4週か、能見さんのコツが来てんのか、 10% か、どうしようかな。ちょっと一応ブレイミックスをで打撃が4枚重なると何か起こるのか、まあ、肩がねワンタックだからね、ちょっと打撃を重ねてみる。でもな、肩が4枚っていうのもありか。ちょ、すっげえバランス悪いな。これどっちかを捨てないとダメってことでしょ。いいわ、ちょっと今回デートしよう、おとなしく。で2月の1週に練習をしてバレンタインを迎えて体力回復してと、まあ、どうなるかは分かんないけど、2
2手3手先くらいあたりまではちょっとねやっぱり見据えて行動しておきたいんで、もう本当にねやり始めた時とかクリスマスとかねバレンタインでさえね忘れてたからねなんかデートして体力が全開になってバレンタインを迎えるとかねで、まあ鎌狩りのこのイベント自体は体力減らないんで全然いいでしょう。ポイントもかなり稼げるし。さてさてさて、一人か。まあこれは普通にカルロスでいいかな。一応ひらめいている、草むしりをひらめいている。新体操なんかさ、守備がいっぱい重なると守備職人、あでも守備職人ってカルロスも持ってるっちゃ持ってんのか、何気にいいよね。あ確かにね、結構カルロス守備範囲が広いんで、おいいね、守備職人はありがたい。で新島ちゃんに関しては虫歯をよこすことがあったよね。ここら辺をよこしてこなければ全然 OK。 よしよしよし。でまたタッグ2人、一応肩にも2人来てるといえば来てる。ちょっとここは電池を使っていきましょう。鎌狩り止めて、古永止めて、あとはミックス、一応西島ちゃん止めておく。で3つ、無理、来ない、誰も来ない、3人いて誰も来ないってあるかどうしようかな。もうこれはいろいろとひらめきが発動してるんで、逆境コスとかももらえるからこれでいくか。電池もねちょっと使いすぎて、うお電池がねっていうのはねちょっと避けたいんで、まあ、コツがねいっぱいつかめる状態であれば、まあ、多少無理してもいいんですけど。おいサボり癖か、これはきついな。あれにすればよかったな、体力回復用じゃなくて病気が治るやつ。まあこれで鎌狩りの一級入魂も取って、どうする、監督がいないか。まあ監督がねたまに直してくれるからね、これはちょっとストレスになる前に練習も、だってさこれ合わせてさサボったらさすげえショックだからね。これはちょっと一回通院しよう。おい治らないのか、しかも矢部くんに譲りましょう。いやー本当にねこのマイナスイベントのね不眠症とねサボり癖はねきつい。まあ、最低でもね1回で治ってくれればいいんだけど、治らないっていうのがねほんと厳しいよね。俺なんだっけ、ところで絶対無理だよね、足りてないよね評価。じゃあちょっと打てるくらいには上げていきますか。割と溜まってたね。一旦 E で合わせる。一応外野だからね全能力は平均的に欲しいんだけど、E にしておいてミートとパワーを優先的に上げていきますか。でポイントを残しておかないと特殊能力がね取れなくなるんで、まあ、絶好調の DD であればなんとかなるかな。銭形とっつぁん OK。お、もう一回回ってきた。パピヨーン。ほい。まあ、ストレートをね、投げてくれたんで。圧勝だな。あ、一応ここでも祝福されるんだ。これ、試合経験点があるから結構、ポイントもらえてんのかな。29、29、29でさらに10、10、10もらえたから、この試合だけでもかなりもらえたな。雑巾掛けで一応見る練習を2人。いやー
監督はいないよね。監督はいない。あー、通院しよう。おとなしく通院しよう。ここは先生よ、一回で直してもらいたかったよ。まあここで、これはじゃあ合わせていこう。これは合わせましょう。カルロス止めて、あ、カタカタっていうのもありだね。まあ脳みさんがねコツ来てるんで、できれば筋力筋力がいいんですけど、先に会えばカタカタでも行きましょう。ボクシングが発動してるね。いや、ただやっぱりねタックだからね、タック優先で行きたいんで、もうミックスしちゃいますと。肩が来た。脳みさんか振るながどっちかが合えばもうそれで行きましょう。ちょっと待ってね、これ打撃で止めちゃっていいかな。よし、来ない打撃4枚か。打撃5枚とかって何かあったっけ。アベレージヒッターか。アベレージヒッターもう持ってるからな。ちょっと待って、戻っちゃったよ。ミックスかけましょう。どっちか、どっちかでいいのよ、どっちかで。よし、じゃあこれはカタカタでいきましょう。ちょっとコツは欲しかったけれども、うん、今精神がちょっと足りてないのかな。体力回復、これもね全然覚えてないんですよね。でメンタルを、うわー、カタカタいいね。ちょっとカタカタ合わせたいな。メンタルもね、まあ本家能見さんが来てるからあれなんだけど、体力はそもそも減ってないからね。減ってたらもう迷わず飛びついたけど、これはね一応能見さんやっておいて。あー、合宿が、ちょっと待って、合宿が近いって言っても走力と守備を合わせないといけないのか。メンタルだけ押さえておく。で肩と筋力は押さえておく。で古永さんが打撃とかになってくれればまあわりかしいいんだけど、一応肩が来ました。で、あ、肩が、ライチの肩が邪魔なのか。でもあと4つしかないからね。ちょっとあと1回だけミックスしようか。守備止めておいて、新島ちゃんが肩か守備になれば、肩か守備か打撃になればいいのなんかわけわかんなくなってきたな。なんでもいいや、あ、肩でいいわじゃあとりあえずこれで。で鎌狩りのコツ、ローボールヒッターが来てないのか。でローボールヒッターが来たらローボールヒッターを抑えたかったけど、まあポイントでもいいかな。でこれはどうしようかな。なんか精神ポイントが欲しいんだよね。守備連とかって精神ポイントくれんのかな。いつもね打撃にしちゃってるんですけど、臨床と技術と精神か。まあまあまあバランスよくくれる感じだね。カルロス1人に、フルナガで、フルナガはプルヒッターとあれは掴んであるんで、水球とかもなんかやりたい気がするね。渓流釣りとかも良さそうだけど、ちょっとね電池が少ないからあんまり回す余裕もないか。まあプルヒッターとかね最悪取っちゃえばいいんだけど、広角打法が来るかどうかなんて。ライチだからね、逆境を取りましょう。ハイボールヒッターって1回取っちゃう1回取っちゃおうか。12-5-7だったら安いよね。でローボールヒッターが来たらローボールヒッター取ろう。これってちなみに繰り返しできるのかな。で次あたりはさすがに寝ないとまずいかな。よし、パワーヒッターありがとう。でこれは基本から考えなす。まだ2回目か。デートもそろそろ進めていかないといけないので、2人、まあ合うか合わないかって言ったらちょっと微妙なところがあるんで、ここはデートをしましょう。新島ちゃんまだ2回目だよね。まあ、月1くらいでデートしていけば間に合うかな。4月5月6月7月まであるんで、
3回目からね、本当に虹島ちゃんのデートの内容は良くなるんで、あ、3回目か、これもう体力を回復しつつポイントももらえると。で、ライチの2回目ですね。ここなんか最近失敗してるかな。まあまあまあ、ありがとうありがとうと。じゃあ全然余裕だね、にじまちゃんデートは。メンタルに本家本元能見さんが来てる。これはちょっと1回能見さんを挟みますか。精神ポイントもね、ちょうど欲しかったし。さて、これでクルナガも終わりと。で、コツ、鎌狩り。新島ちゃん、新島ちゃんまだな、このコースをもらってないんだよね。シャッフルまで残り3ターンと。どうしようかな、ここは。ライチが肩にいるから、いやでも取っときたいよね。ちょっとね、肩もう一人ね揃えたい気がするんだけど。守備か、1回だけ回す。渓流釣りか水球、どっちかを揃えよう。ちょい回しですね、いわゆる。おお、両方揃った、やったやったやった。こういうのがねハマってくれると嬉しいんだけど、勝負師は絶対無理だ。高速ベースランも今のところ無理だからな。パワーヒッター、フルヒッターはもうちょっと置いておきますか。で、結局どっちここはちょっと新島ちゃんのコツ、これでいこう。インコースが欲しい、インコースが。よし、水球。いや俺もね全然泳げないからね、本当にね泳ぐっていうことしかできないっていう。おわ、これはどう。おお、オッケーオッケー。なんかすげえ音がしたからな大丈夫かって思ったけど。守備、古永。まあ打撃に人がいるけど、ここは普通に古永でいきましょう。5月に入ったらまあ回すこともね考えていかないと。で、渓流釣り、かっこいいでしょう、やっぱりイケメンでしょう。どうしようかな、少し打撃を揃えに行く。5個か。ちょっと待ってね、肩が送球骨か、欲しいっちゃ欲しいね。でもまあ、クルナガは変えたくないからな。でもクルナガ変えるか、いや悩むねカッター4枚5枚必要なのか。そうすると能見さんだけで合わせるのは無理だな。ダブルタックに行こう、これは。一応もうクルナガとかも変えちゃっていいかな、どうせ打撃しかやんないからね練習は。うおー、なんかひらめいたよあ、ポイント的にはゲッツー崩しとかって取ったっけ、なんか取ってない気もするけど、なんか忘れたな。いやー、この他のやつをやりつつっていうのは、メンタル抑えて走塁抑えて打撃を抑えて、でこの2人は変えないといけないから、これでちょっと回すか。打撃が来ました。あと3つか、にじまちゃん無理か、それかなんかひらめてくれ。おお、来た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 。とりあえずこれだ。でちょっと電池を回収したいので、走塁、いや走塁は無理だな。1球入魂は取ろう。さよなら男、結構技術使うね。ちょっと待ってね、守備職人も取れる。で、インコースも取れる。伝説のさよなら男、さよなら男はね結構貴重だからね、持ってるやつがなかなかいないよね。で、カルロスでいきましょう。まあ、ちょっとねやっぱり新島ちゃんのタックのパーセンテージが低いんで、コツをね欲しいんだよね。やっぱりもうブレインマッスルに関してはね、ほんとコツくださいっていう感じだから。アーチスト、
して変化して電池が補充されて電池が補充されたと。よし、こっからがまた勝負だ。これは何、改造に賛成するとなんか練習レベルが上がったりするんだけどね、下がることもあんのかな。止めとこう。俺はね結構ね慎重に行きたい派なんで。2人、新島ちゃん、まあライチだな。これは電池も補充されたところだし、0% だよね。これは合わせに行こう。また合宿があるね。ちょっと待ってね、メンタルが2つ揃ってんのか。いや合宿はでも120ポイント結構でかいよな。だってここら辺だって止めとかなきゃいけないってことでしょ、簡単に言うと。肩にコツは来てたんだっけ。あ、来てるわ。これはちょっとダブルタックを狙っ、いやどうしよう、悩むわ、マジ悩むわ。120ポイントでしょ、ダブルタックでどんだけいくの。ダブルだと120って稼げるか。カマカリとライチかで、肩だからまずライチの筋力ポイントが生きてるし、カマカリの技術ポイントも生きてるはずなんだよね。いや悩むね、これはマジで悩むわ。一回、ちょっと待ってよ、マジで待って、すげえ悩むわ。合宿ロックしてみよう。まあこうなるよねそりゃ。ちょっと行くかこれで。いやこれね1個揃えるのってなかなかきついんだよね。またハマる、ハマってない、よしよしよし、まあいいや、これで行こう。ここで次はデート。まあ練習もいいんだけど、ライチくんはね本当にねコツをくれないよね。とりあえず合宿と。おお喧嘩か。これはやる気が下がらない、よしよしよし、まあ体力下がるのはしょうがない。一応見よう、2人、デートしよう。で4回目はめちゃくちゃ回復するんだっけ、体力がめちゃくちゃ回復しつつポイントがもらえるみたいな、そんなんだったよね。新島ちゃんもだいぶこう把握できてきたな。そうだよね、いやいいわ、本当に新島ちゃんいいわ。で謎の古長のイベントと、でニュートン力学講座、まあ、こういうところでもね地味にポイントが稼げるところがでかい。肩2人、守備にも2人いるから、まあ、どっちかでいきますか、どっちかを合わせましょう。これでいいかな。でミックスして、とりあえずライチが来ましたと。ゲッツー崩しとかはまあいいか、カルドス合わせておく。でカマカリがね、足とかなんかよくわかんないけどなってくれれば特になんてことはないな。いや待て待て待て、またちょっとハマりつつあるぞ。いやーハマりいいのだな。帳尻合わせのコツが取られるか。守備走塁メンタル、メンタルはちょっと止めておこう。4つ、まあいいやろう、もうちょっと残しててもしょうがないんで、これはもうどっちか合わせるまでいく。よし来た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 、もうで技術が大量にあるね。ちょっと合わせに行くか、基礎ポイントも。普通に行きましょう。でここで配送ダッシュ、帳尻合わせ、帳尻合わせは取りますか。じゃあ一応見よう。1人メンタル、まあ、鎌狩りのメンタルとかはね別にっていう感じだから。ライチくんか。まずはだからミートは上げて、いや精神足んねえわ本当に。パワーもやっぱ C は欲しいよね。すげえ偏ってる気がするけどな。待って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 、精神足らんぞ、本当に足らんぞこれ。取れるかここまで上げて、帳尻合わせ
どうする、打球の尾1個取っとく1個だけ取っとこっか、取ろう。打球の尾自体はね、多分あってもいい特殊能力なんで、月通崩しとか安いよね、取っとこっか高速チャージ、高速チャージはさすがにな、外野だからな、いらないけど電池のために取っておく。もう6月に入るからね、粘り打ち、よしよしよし。で、実はまだねドリンクも残ってるんだよね。ここら辺でドリンクを投入する。筋力に2人か、どうしようかな。ちょっと待って、1回ロック外して、筋力に集めたいんだよな、ちょっと筋力欲しい。1回ドリンクを飲みつつ、筋力が足りない。うーわ全然揃わない、うーわ全然無理だ。筋力、打撃を止めておくか一応。筋力、奥中さん、もう1枚筋力欲しい、来ない。まあいっか。でちょこれ飲んじゃおう。結局使わないっていうことはねあるからね。で筋力と精神が欲しいんで、若干もったいない気はするけど、もうしょうがないよ。何が何の筋力なのか全然わかんないこれもねなるべく早めに起こってもらいたいものではあるけど、カルロスか、ここに3人いるけどもうどうにもならないからね。今更ちょっとなコツをつかんでもな、プルヒッター、まあ、粘り打ちは安いから取っておく。まあ、最後にもし変えたいってなったら変えていくか。っていうか体力的にデートで終わりそうだな。内野安打、まあ、内野安打もね安いからね。っていうか総力のコツをもらわないと結構きついな。どっちでもいいわ、いいやつここでいいやつか。一応見とく、守備にこの2人か。いやーもう無理だ、デートしよう。であとはね走塁のねコツが欲しいんだよ。走塁のコツが、高速ベースランはやっぱきつい、1は結構きついんだよね。あと取ってない金徳なんだっけ、まあ、ここで内角筆打も手に入るけど、まあ、内角筆打自体はね全然安いからね大したあれにならないんだけど、あとは甲子園をやっていくうちに誰も何にもないな。もうこういう時はメンタルやっておこう。何にもない時はメンタルをやって、うわここで体力回復したか、まあいいわ。もうコツが来てほしいんだよね。コツが、筋力も足りてないからいいっちゃいいんだけど、これは特に何にもないんだな。さてさてさて、基礎能力がねやっぱりちょっと低いよね。もうブレインマッスルはねほんとここはしょうがないと思う。高速ベースランをこれで取るのは、一応3で掴んだのはでかかったな。アーチスト、もう取っとこう、取れる時に取っとこう。で内野安打安い、取っとこう。あとは内角質も取っとこう、取っとこハム太郎よ。ここはどん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 、あ勝負師だ、勝負師とか無理だ。チャンスを5で掴まないとな。お待たせいたしました。そう考えるとブレインマッスルってなかなか厳しい筋力だね。投手だと怪盗だしね、それ単体では絶対取れないよな。ちょっとずれたか、何気に苦戦してると思ったら点をいっぱい取ってくれたね。おーマジか、
おお、フィルダースチョイス。フィルダースチョイスってさ、自分の打率的にはどうなの？まあ上がらなそうだけどね。まあとりあえず初戦は安定して大丈夫でしょう。あとは試合経験点ボーナスが玉刈くんついてるんで、コツコツコツ。カルロスがいい、新島ちゃんか。まあコツは美味しいんでやっときましょう。矢部くんの評価が10上がった。いいやつだからね、ここに来ていいやつだからね。カルロス走塁のコツが欲しいけど、なんか潰せるやつとかポイント的にはないんだよね。もうバントも結構重いからな。走塁盗塁、盗塁なんてもう絶対潰せないからな。新島ちゃんだけど3人重なったからわりかし経験点的には。よし来た走塁、まあ、4あれば取っていけるかな。ただ足遅いけどね、まあ、そういう選手にはなっちゃうね。ブレインマッスルはどうしてもねそういう選手になっちゃうんですよ。もうしょうがない。それはその実能力っていうよりは多分査定寄りのね選手を作る、そういう高校にねなっちゃうと思うんですよね。で暁大附属はわりかしね基礎能力が高くなると思うんですよね。で今はねブレインマッスル一強かって言われたら、暁大附属もね結構経験点叩き出せるんで、多分ね安定性を求めるんだったら暁大附属の方がね多分いいと思います。おお、なかなかいいところに投げ込んでくるね。諸星、そっか、ここはたったん諸星か。しまった、負けたくない。さすがにここでは負けたくないぞ。とりあえずヒット1本、しかも2塁にはいけない。ブレインマスリードで迎える6回です。もらった、もう一回待って、来た、よしよしよし、ここをホームラン打っとかないと。今日2本のヒットを放っている。せっかくの試合経験点ボーナスが。ブレインマス優勝。能見くんが走ってったね。でこの体力量どうするかだよな。寝ちゃうか、それとも精神で回復していくか。精神にコツがあったらもう絶対やったけど、精神足りなそうだな。ちょっとずつでも稼いでく、最悪な。ここで寝て能見くんのメンタルが次に来るみたいな、よくわかんないことが起こるかもしんないんで、能見くんのメンタルが来てくれると嬉しいけど、どうしようかな。古永筋力も足りてないね。まあ、ここは筋力でいきますか。で次能見くんのメンタルが来てくれると嬉しい。ででを高速ベースランは取ろう。もうプルヒッター、どうしよっか。ちょっとまあライチがね来るかもしんないから置いとくのは置いてこう。結局ハイボールヒッターになったね。ローボールヒッターはコツすら掴んでないわ。よし、じゃあ試合に行きましょう。これでもさ基礎能力このまんまだったらさ勝負師取れるかもしんないね。それもありか。うわー、また点を取られている。お姉ちゃんか、ちょっと頑張ってもらいたいものだ。お姉ちゃんはねもう完投するっていう意気込みがあるからね。スプリットは無理。第3球を投げました、打ちました。ボール球だったかな今のは。やばいやばい、ここで俺が点を取っておかなくては。うわー、結構狙い目の球だったんだけどな。これはもらう、打ちました。CC だからね。ブレインマス、ここはちょっと待て、なんでこんなに炎上しとるの。第2球投げました、膝元。ライチ君が頑張って出てくれたんだ。ここは期待に応えるぜ。あとはね点を取られなければ初活か。俺がなんとかするって言おうとしたけど、でもノーアウト、点を取れなかったのか。あのチャンスでワンアウトランナー一塁という場面で、黒沼今日5打点を挙げています。重い球投げました、これは危ない球、ボール。
第3球を投げました。うわ、ちょっと待って、カーブか。バッター追い込まれました。ここは俺が決めたいけど、走れ一条。いや、これは取れなかったの。あそこで点は取れなかったけど、危なかったな。いや、この勝利は嬉しいね。ライチとかすげえ顔してんな。いや、そりゃ残念だよ。わかるよ、君たちの気持ち。カメラめちゃ近かったな。こういうカメラマンの人たちどう思ってんだろうね。絶対さ、こういう悔しがる姿もさ、雑誌のネタとしか思ってないからね。あ、メンタル来てる。すげえ嬉しいわこれ。で、ここを勝てばもう一回練習ができるからね。サクッといきましょう。で、勝負師に関しては筋力とりあえず大丈夫なんで、パワーは B に持ってきたい。で、ここでね、精神ポイントをちょっと使うわけにはいかないから、このまま置いておきましょう。足は C にできるかな。能力とね、特殊能力のバランスが取れてないからね。2回の裏、ブレインマス攻撃に入ります。先頭バッターは黒沼。これは入ってくるか。ツーシーム。第2球、これは見送ってボール。結構際どいところを攻めてくるね、進藤くん。投げました。打ちました。これはいい当たり。そもそもさ、進藤くんってさ、掛けの森っていうの、ブレインマス何の設定だったっけ。2アウトランナー1塁。あ、これ入ってくるな。黒沼。投球これから2球目。よしよしよし。パワー B にした甲斐があったかな。ブレインバスリードで迎える6回です。今日2打席連続でホームランを放っている。点は欲しい気がするけど。点はね、あればあるほどもちろんいいんで。投げた。完全に外れた。ちょっと進藤のスタミナが切れてきたかな。投げた。打った。よしよしよし。いった。うん、今回は別に炎上しなかったね。いやー、それ考えると赤壁との戦いを突破したのはめちゃでかいな。チャッチャリーと、よしよしよし。ここでさらにカルロス、まあもうあれは掴んだからね、とりあえずバントとかでもいいや。なんかこう作れれば査定が伸びるんで、まあ、バントでいいよ、バントで。で、大西か。そうだね、そうだったね。大西くんはね、ほんときついんだよな。この能力でなんとかしないといけないか。勝負師のコツはもうこれは取ろう。勝負師せっかくね掴んだからね、精神がかなりなくなったな。大西って右だっけ。もう対左は精神ポイント使わないからな。これプルヒッター通ろう。じゃあ投球もあれだね、精神は使わないんだね。とりあえず総力を上げとくか、せっかくだから。で、技術がやっぱりやたら余ってるな。バント15も使うのか。精神きついのにな。まあいいや。で、そうするとあとは対左も取っとこう、なんとなく。で、打球の尾は20丸にしておく必要があるのかどうかっていうところだよね。そもそも取れん。何が足りない。精神が1足りない。じゃあこれはこれでなんか余りそうだな。ポイント的に余りそうだな。まあ、これでいくか。一応ね、左バッターだからね、内野安打もあるし、足をもうちょっと上げておきたい気がするけど、そうするとマジで技術が余るんだよね。あ、左だ左、大西くん左だ。うわー、このストレート狙い目だったな。変化球、アウトコースへ外れてボール。外に外れるスライダー。どうだ。今のはまあでもストライクには入ってたんだね。危ない球。ちょっとね、やっぱり反応が遅れるんだよね。これは入ってくる。もうどうしようもない。今のはどうしようもない。4回の裏、ブレインマス攻撃に入ります。
この回のトップバッターは黒沼。第1打席はサードフライに倒れています。やっぱり変化球を見せられた後のね、投げました、ストライク、ストレートとか来られると第3球反応がね、これは出る、慎重に攻めてきます。ツーボールワンストライク、バッティングカウント、投げました、打ちました、よしよしよし、とりあえず1本打った、1本打ってるだけじゃねやっぱダメなんだよね。せめてねヒットがねもう1本ないと、まあ、もちろんホームラン2本必要なんだけど、ちょっと待って、いやすっげえ悩んだ、ちょっとボール球だね、でも悪球打ちがあったからいけたかとりあえずヒットだ二塁打だし、もう1回待ってこい、もう1回勝ちたい、勝ちたい、どうせだったら勝ちたい。これは悪球打ちって本当どうなの、あってもさ結構パワー落ちるよね、ストライクゾーンの外で打つと。いやーこれストレートっていうのがなんとなく分かったけど、おいー結局フォアボールかい、おー回ってきたね。そして小杉君、嵐丸どこ行った、嵐丸には任せられないか、最後のマウンドは。しかし、うおー、それが全ての間違いだって言おうとしたら、まあ、とりあえず勝ったからいっか、まあ、ホームラン1本打てたし、まあ、点数的にはね試合経験点ボーナスがついてるんで悪くはないね、悪くはない、むしろ全然良かったよ。で今回結構得能を取ったんで査定的にはね伸びると思うんだよね、どうかな、ミートとパワーがちょっと低いからダメかな。 S6 っていうのがね投手も野手も両方作れてないんですよね。でここでちゃんと新島ちゃんからもエピローグポイントをもらえるんで、でそうするとだよ、やっぱりパワーとかを上げていきたいから技術を使いつつ、点数的にはどうなんだろう、あ7000超えたね、よしよしよし、7000超えつつの総力上げてこう、パワーは上げらんないか、まあしょうがないよね、弾道は3にしておこう、弾道3にするだけで査定が多分変わるんで、精神ポイントか、これ使うとだいぶ減る、てかさ C から B にするとどんくらい増えるの、今が133でしょ、これを B に上げると1363か、3だったらどうだろうな、特殊能力取っていった方がいいかな、とにかくコツを押さえてるやつはもう押さえよう、バント職人とかって取ってもどうなの、ちょっと見てみる、今が133でしょ、これ取ると変わんねえしいらんわ、代打って1上がるんだよね確か、代打ってさ精神結構使うからね、でローボールヒッターとハイボールヒッターは勝ち合ってるからタイエースは結構精神使うしね、とにかくね精神を使いたくないんだよ俺は。でもそんなん残ってない、打球伸び違う、133から134、1か、これだけ使って1か、だったらあれを伸ばした方がいいかな、ミート3くらい上がったよね、だってミート伸ばすと速攻、ちょっと待って速攻ってどうなの、もう何回も見てるけどさ、133から134、これ1しか上がんないんだもう。ちなみに弾道ってさ135、2上がるね、でも150使うのか全部で、あいやこれもうミート上げよう。でこれ肩って C にするとどうなの、136、138、 S5 かな、これはちょっと。でこれを守備を C にすると140でちょうど S5 になるのか、これちなみに1下げると139だもんね、で140の S5 になるのか、そういうことね。じゃあここは対左も取っとく、20丸系はね多分伸びないはずなんだよ、あ伸びたすげえ適当だな俺あ早球欲しい、早球どうせだったら早球取ろう、これで141、 S6 ってかなり厳しいな、そう考えると。あと取れるの追い打ち取ろう、うん、やっぱり S6 の壁はあれだね、
千丸とかじゃないと無理か。だって特殊能力的には 1,2,3,4,5,6,7 個取ってるからね。で補給が若干低いけど能力的にもまあ悪くはない、いいんじゃないの。ゲッツー崩し体当たりムードと黒沼くん、黒沼くんいい選手だよこれ。うんうんうん、かなり満足だな、最終的には満足になったな。というところでまあ今回はね、まあ、特に途中からはその鎌狩りがどうだとか古長がどうだとかって言わなくなっちゃったけど、やっぱりねこの鎌狩り古長コンボのブレインマッスルはねかなりハマると思いますのでおすすめです。まあどっちか持ってれば最悪どっちか借りることができるんで、まあ古長ね手に入れてミックスしようっていうのはちょっとあれなので、まあ持ってると全然使いやすいキャラだと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。